クロネコアマズライトチョッピーせーのクロネコチャンネル、イエーイ。はい、浮かしております。おお、覗いてる覗いてる。あ、出てきた、出ておいで。よし、どうもこんにちは、黒猫チャンネルの黒猫です。ありがとうございます。今日も花粉が飛び交ってます。そしてアマゾナイトは入試がね、来週火曜日からありますので、今ね勉強してるところです。いやー、受かってほしいですけどね。うん、こればっかりはねちょっとわかんないっすね。まあ全力を尽くしてもらいましょう。さて、今日はね、この子のお話になります。じゃん、じゃん、じゃん。でかい。でかすぎる。これはね、スマトラオオヒラタクワガタ。アチさんのね、スマトラちゃんです。いい、でかいですね。怖いっすね。もうこれはですね、挟まれるもんならですね、たまんないと思うんですけどね。結構長いこと生きてるんでね、なんというか、そんなに爪はね、痛くないんですけど、ちょっと挟みそうで怖い。あー、怖い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 。怖いよー。なんで手に乗せたんだろう。今日はね、この子のお話になるんですけど、まあ割とおとなしいですね。メス？この子の子供たちのメスがね、多分全部羽化したんですよね。そこで、今日は掘り出ししようかなと。やばい。指ちぎれるかもしれない。そろそろやめとこう。怖いって。うわ、痛い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 。やっぱ痛いわ。あー、痛い！えち！取れた。ねえ、この子のね、メスが、子供たちが羽化してるんでね、掘り出していきます。はい、これがメスたちになります。前回は11月12とかですね。10月18とかですね。まだ12月っていうやつもいるんですけどね。ちょっとバラバラに餌交換してる感じなんですけど、まあ、菌糸もね、傷んでますし、交換かなというところではあるんですが、実は交換しようかなと思った時にね、もうすでにね、羽化してるっぽい感じだったんですよね。だからま、今回掘り出してみようと。もしですね、まだサナギだったらですね、人工養殖かねと。で、まあ幼虫だったら餌交換っていうね、感じになろうかと思います。はい。では今日もね、頑張って掘り出ししましょう！おう！まずはこの子、11月12日に餌交換して、もう多分、12月頃には羽化してたと思うんですけどね。はい。開けていきます。なんとも言えない。もうちょっと温度低い方がいいのかなと思いますけど、この部屋まだでも22度ぐらいで、21から22の間なんでね。まあこれぐらいかなと思うんですけどね。では、出していきます。はい。バッチリ浮かしておりますね。どれぐらいのサイズなんだろう。スマトラだけに、でかいんじゃないかと思うけど。お、でかいかも。あー、いいね。あ、飛んじゃった。出てきましたよ。まあ、でかいっちゃでかいんですけど、期待したほどの大きさではないかな。ちょっと大きいオオクワガタとかいうレベルかなというところですが、もうちょっと大きいと思ったんだがね。はい。オッケーです。まあ、ね、十分綺麗に浮かしてくれたんでね。よし、オッケーですね。完品ちゃんでございます。はい、とりあえずこの中に入れておきます。あ、次はこれですね。前回は10月18に交換して、12月にはね、8日確認できていったと思います。はい。なんか美味しそうなキノコ入ってますね、これね。これ酸欠になったりするからあんま好きじゃないんだけどな。よし、では行こう。この辺に洋室が
ありますので、この辺いると思いますね。あれ、洋室なかったか。うん、いるいる。洋室だったわ。あー、そうだね。どうだろう。同じぐらいの大きさかな。うお、あー、ちょっとでかいんじゃない？さっきより。うん。羽化してそんなに時間経ってないかもしれないですね。よいしょ。ああ、まあでもまあ、さっきと同じぐらいか。ああ、そうだな。さっきと同じぐらいかな。はい、こんなもんでございます。思ったよりやっぱ大きくないかな。やべえ、挟まれそう。怖いぞ。よいしょ。はい、この子でございます。まあそうだね。さっきの子と比べると、ちょっとでかいかなぐらいだな。ちょっとでかいかなぐらいですね、ほんと。はい。よいしょ。いやー、全部こんなもんかもしれないな。あ、次はこの子行きたいと思います。ずっと触根が出てない。でも下の方にはあるんだよね。まあ、なんでね、上の方来てないんでね、もう孵化してると思うんですけどね。開けましょう。菌糸はね、やっぱり劣化しまくってますね。出していきたいと思います。あ、サナギだ。上の方食ってねえもんな。サナギですね。見えます？サナギですね。これはちょっと、このまま崩してないんでね、このまま置いときましょう。それがベストだと思う。サナギちゃんでしたね。綺麗に洋室残ってるんでね、これはこのままね、戻しておきます。まあ、特になんか被せる必要もね、ないでしょう。人工洋室と同じなんでね。はい、これはね、羽化までこのままで置いておきます。いやー、気をつけないといかんですね。うん。サナギっていうパターンもやっぱあるんだな。はい、この子です。これはどうだ？ひょっとしたらオスっていう可能性も、触根からあるかもですね。開けていきましょう。まあ、なんというかですね、別にキノコ生やしたくないんですけど、生えちゃいますね。はい、確認していきましょう。サナギですね。ここにいるサナギが、これも、閉めちゃいます。はい、ここですね。メスですね、これは。間違いない、メスだ。うん。やっぱ体重からね、だいたい分かっちゃうんですけどね。これも閉めておきましょう。洋室壊してないですしね。これでいけると思います。はい、この子もサナギでした。こうなってくるとちょっと躊躇してしまいますね。11月12日か。はい。まあ、なんとも言えない状況ですが、一応、行ってみましょう。これもサナギの可能性あるんでね、気をつけて。おっ！これはね、羽化してますね。よし、出しましょう。出た！はい、これぐらいの大きさです。ちょっと大きいオオクワガタ的な、それぐらいの大きさですね。4センチ台だろうか。はい。ま、完品で、いい感じで羽化してくれてますね。羽化後1ヶ月ってところかな？よし。ここに入れましょう。うん。本日の掘り出し、ラスト1でございます。うん。これは、菌糸の状態を見る限りは結構、食根も黒くなってるので、羽化してる可能性の方が高いんじゃないかなと思いたいですけどね。うん。いやー、ね、キノコの養殖屋さんみたいになっちゃって。はい。慎重に行きます。サナギの可能性もあるんでね。
お、そろそろ危険な感じがする。はい、羽化しております。おー、覗いてる覗いてる。あ、出てきた。出ておいで。よし、はい、出ておいで。オッケー。うん、そうだな、まだ羽化して1ヶ月は経ってないですね。はい、この子はここに入れちゃいましょう。よし。あ、じゃあね、大きさの方ね、測っていきたいなと思います。じゃあ、掘り出した順番に測っていきましょう。まずはこの子。40はあるかな？ 50 はねえだろっていうね、そんなところだと思いますが。大きさ50ぴったり。おお、50あるぞ。よし、いやー、やったやった、50ありましたよ。あー、よかったよかったね。よし、こんなもんだな。この子大きさ、はい、51。よし、50超え、よかったね。ああ、まあまあまあ、まあまあでしょう。はい。こんなもんでございます。もうちょっと伸びそうだけど。こんなもんでございますね。この子大きさ。はい。ああ、嘘、嘘嘘。もうちょっと伸びるだろう。はい。はい。うわー、一緒だ。49ですね。はい、49でございました。はい、しっかり取ります。この子サイズ48。ちょっと下がっちゃった。48.7 でしたね。いい、50なかったですね。そっか、まあ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 ね、48です。お疲れ様でーす。まあ、ということでね、この子、98か9あるんだったかな？うん。メスはね、50、いくつだったかな？ 2 か3か4か、それぐらいだと思うんですけど、まあまあ、うん。もう、納得っていうわけにはいかないんですけど、まあ、こんなもんなのかなと。うん。オスの方にもね、期待したいなと思います。結構でかくなってるんでね、まあ、95は間違いないと思うんですけど、100超えるかどうか、そのあたりなんですよね。はい、じゃあ今日はこれでお別れです。またよかったらね、コメントなんかで感想を聞かせてください。黒猫チャンネルの黒猫でした。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。